ます。皆さん、かかります。ライスさん、ライスさん、あー、こんにちは。おめでとうございます。挨拶ができてないんで、ありがとうございます。見てたらもう結構遠いところから。そうですね、去年よりたくさん多かったですか。はい、今日はナイツさんをお待ちしておりました。ちょっといいですか、ちょっとだけ、ちょっとだけ出すとこ見ても大丈夫ですか。はい、いいです、ね、いいですか。もう出されますか。あ、もうちょっと初めてなんで、自分が。ああ、そうですね。はい、ちょっと3匹こっちで。3匹、はい、3匹、ちょっと中行かれる。はい、はい、いいですか。初めてだった、ね、すごい。岩田さん、初めてなんですけど、3匹ローテールと桜錦の親。桜錦はあの江戸の親のところに丸物、多分その他丸物、ね、黒い ローズ、ローズデール何ち右で、オランダ、うん、オランダ、こっちですか。はい、あ、いや、行って
本当検討所第一さんのさ、そんなちっちゃいサイズじゃないやろうと思って見に来たらやっぱりズバ抜けておくしね。たまたま。たまたまじゃ片付けられないですよ。ちょっと全員今から単独インタビュー単独インタビューあります。直樹さん、直樹さんの直樹さんはい直樹さん、熊本県知事賞ですけどもたまたまとおっしゃいますか。たまたまですか、はい、いや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 、まあその部門の一席は真似らせたんですけど、そのね、全部での一番っていうのは、それはもう、他がどうあるかで、あの相対的なものなんで、どうしても。いやー、初めてたまたま県知事賞です。いや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 。ちょっとあの言ってみたいです。たまたま撮りましたって僕言ってみたいですもん。いやーお見事ですね。いやーすごいですね。もう皆さん写真撮影のもうオンパレードですよ。バッジ以外でお客さんが、あ、そうなんですか。へぇ、はい、どうですかね、魚がいればたまたまこれ残ってて作ってたんで。いやたまたまいたからたまたま出して、はい、やっぱりランチ店のやることは次元が違うんで。ああですね、そうですよ、もう原料で食わせ込んでる餌の量とやっぱり違うけん、サイズも違うし。言った通りだね。言った通りだったね。だったねって。なったねですか。色がね、飛ばんかったけど、あのだいぶ顔も抜けたんですけど。あ、そのまま立っててもらっていいですか。ないですよ。いやーいいですね。ちょっと名前のところを消して、あーいいですね、はいはい、あ、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。もうたまたまらしいです。たまたまねえ、立てます。狙ってますよ、狙って。初めて出してたまたま家にいたから出してね、たまたまいたんで、撮影会が、うわー、
ね、お誕生日ということで、ね、今日はもうわざと用意してくれそうじゃない。だから皆さん、会場もありますので、ぜひフェスティバルに行かれて、すみません、動画ね、この早速会場をご覧いただきたいと思います。はい、ということで、新井子くん、またぜひね、こちら、あの金魚と鯉の里祭り来てね。はい、頑張ってね。ありがとうございました。お写真皆さん大丈夫ですか？当てられました？はい、ちょっと待って、はい、お写真を出してください。ねえ、カライマくんいますよ。ねえ、カライマくんいますよ。ミーシャもいますよ。すごいですね。すごいですね。来年もこれになってるでしょ。これですか。いや、今日上がった魚も。いや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 、これはもうやっぱり長く仕事辞めて。仕事辞めて。仕事辞めて餌やりですね。いやでもすごいですよね。これはすごいと思う。ミニコがありますよね。ミニコないとありますね。20はありますよ。これ誰と行きますか？続いては荒吉の PR ステージです。それでは登場していただきましょう。マジャスティとお姉さんです。拍手でお迎えします。すごいすごいね。すごいっていうコメントください。お願いします。すごいっていうコメントお願いします。でかいですね。すごいですね。うん、あ、ありがとうございます。そうでしょう。そうでしょう。はい、こっち来てよ。こっち来てよ。はい、はい、こっち来て、こっち来て。いいじゃないですか、ほら。かっこいいですね。かっこいいですね。チームさん。すごいですね、本当に。でかいですね。今日はそっとしといて、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 そっとしといてって。そうすか。そっとしといて。そっとしといて。そっとしといて。さすが。さらっと取っていい感じ。さらっと。優勝ですか。九州でナンバーワンやろ。今度は全国でナンバーワン。でこれ持って取ったら全国でナンバーワンなら、まあ絶対もうなんやろ。ああ、ライツさんの目がもう先を見据えております。お前がね、池であれ見てから俺出したくねやねと思ったもん。見てたんすね。俺見てた。もう終わったってことだ。だってさっき言われてましたよ。たまたま、たまたま、たまたまだから。まだ、狙いに来たって分かってるから。持ってきた時に焦げんバケツ見たらもう一番やろうって言われてた。無理、誰にが言ったら無理やろうって。あ、無理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 。いやいや、勝ち気ないです。親持ってきたって勝ち気ない。俺も大変2歳のでかかさ持っていくかと思ったら終わってんから、もう。いや、そしたらもう野田君、ちょっと聞いとったんじゃん。桜錦のデカかとのえらい横手のおるげなやんと持ってくるって寄らしたけなばってんとか言うたけん、もう無理、もう持ってくれなかった。そう、皆さん諦めてそう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 。もう私たちはごちそうさまですね。皆さんにごちそうさまです。もうここぐらいしかやりきらんばって。いや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 。けど、まあ僕は仕事でやってますから、もうですね。うん、やっぱね、仕事ですから、うん、趣味じゃないからね。俺も仕事だけど。ね、
ただ2人はもうね、で仕事の商売系になります。もう一から出直します。はい、おめでとうございますですから。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。本当にいいですか。うん、ゼロからやります僕。来年リベンジ。あ、来年リベンジ。ね、今年がリベンジだったね。あれ、もっちゃんのはずだった。リベンジのはずだった。もっちゃんにも。あーな、ね、笑えないですけど。もうフィールドがもう決まったけん今日はね。あ、もう決まったらしいんで、うん、はい。そっとしといてくれ。もうそれじゃあの。いやね、でも皆さんね、それぞれの形ですね、ちょうど形ですね。でもね、参加することに意義があったけどね。大地さん、おめでとうございますね。終わってください。お願いします、はい。おめでとうございました。はい、おめでとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。